はい、1分間話しますが、ですね、シャーロット・フレアが勝ったみたいですね、レッスルマニア36。内容は見てないんですけど、シャーロット・フレアが負けると、彼女の価値が下がってしまうなと思っていたんですけれども、これからが、だからこれからの防衛戦ですよね。なんかラダーマッチが次あるんだっていうような話ですけど、トリプル H も考えてるところかなと思いますけど、だから NXT の選手と順番で戦っていくってね、これ以前、新日本プロレス、こういうことが高田延彦が取ってみんなと順繰りで戦っていくって、こういうパターンありましたけど。ですが、これから将来的にも例えばベッキー・リンチが NXT 取ったり、またアスカが取ったりしてね、NXT の選手と順繰りで当たっていくってこともあるのかなとは思います。NXT が一番面白いかもわかんないですね、今ね。